LVGC6 は、ドイツ帝国のヨハニスタール、航空運輸原責任会社が開発した、単発副用複座の偵察爆撃機。一連の LVG 製複座型機の完成型となった。第一次世界大戦終盤の1918年に、初飛行を果たした。LVGC6LVGC6 は、複座偵察機、LVGCV の改良型として開発された。 機体は LVGCV と同じ木製の胴体にハフバリの翼を組み合わせたものであったが、仙台域に比べ LVGC6 は機体が軽量化され上昇力に優れていた。最初の機体は1918年に前線へ投入されたが、ドイツの降伏に伴い生産は少数に止まった。それにもかかわらず、LVGC6 は対戦後も幅広く活動した。 軍用機となった。ドイツ軍により提供、またはドイツ軍より捕獲された機体が姉妹機の LVGCV や DFWCV と共に、西ウクライナ人民共和国のウクライナハルイチナー軍で運用され、ポーランドなどとの戦闘に投入された。リトアニアでもドイツ軍からの8機の捕獲機が運用され、赤軍や残留ドイツ軍、ポーランド軍などとの戦闘に参加。 1920年代も引き続き使用された。後、さらに2機が戦列に加えられた。ラトビアでもドイツ軍より捕獲された機体が1機運用された。また、ポーランド軍でも同様の機体がウクライナやバルトの内戦、ポーランドソビエト戦争で実戦使用された。その他、生産された機体の一部はベルギー空軍へ引き渡された。その他フィンランドやスウェーデンでも、 練習機として導入され、1920年代前半に運用された。また、戦19後1919年2月10日より旅客輸送を開始したドイツの航空会社、ドイチェルフトレーデライ社では、当初、アイグ J2 と共に LVGC6 や LVGCV を旅客機として運用した。両機とも機体規模からして本格的な旅客輸送機とは言えないものであったが、 後ドッジルフトハンザーとなる DLR 社はこれらの機体で初めての定期的な航空輸送を開始したのであり、機体には現在もルフトハンザーのロゴマークとなっているツルのマークが描かれていた。対戦中に軍用機として開発され、終戦に伴い旅客、輸送機へと転用された機体は、イギリスの DH-4 や DH-9 など枚挙に暇がないが、 敗戦国であるドイツの軍用機も本国で引き続き使用されていたということは、後の時代の敗戦処理との比較上興味深い。LVG の C シリーズの航空機同クラスの航空機、ありがとうございます。